どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。旅行女児の更新が来ましたね。今回は単純にクリアを目指す人向けに編成などの紹介をしていきたいと思います。で、今回の旅行女児の更新としてはあやふやな新語りということで、敵の受ける持続ダメージだったりとか持続ダメージを受けた敵への余ダメがアップというところになります。まあ、攻撃をね受けた後に行動順が上がるというのも今回特殊なところですね。まずは3層についてですが、水晶の属性としては氷、雷と風、炎となってます。まあ、上の方はヘルター、カフカとか使ったり読み使えばいいのかなというところですが、後半に関してはブラックスワンとかジーンとかがいると戦いやすいのかなというところになるかと思います。編成としては読み、ルアン、ヘルタ、ペラという感じになります。後半に関してはコフォ、カスカ、ブラックスワン、ロビンとなります。ルアンを上の方に入れてますんで、まあ、とりあえずだいぶ楽になるんじゃないかなっていう編成です。実際に戦闘見ていきたいなと思います。まあ、戦闘としてはガンガン削り切ってしまおうという感じなので、とりあえずいけるんじゃないかなっていうぐらいですね。まあ、氷弱点も多いので今回ヘルタも活躍がしやすいかなっていうところです。ただ弱点としてはやっぱこの編成に関して速度が遅いっていう一面があるので、なるべく行動順をね上げれるようにしていくのが重要かなというところです。なので一気に削り切るのが大事ですね。ヘルタの追加攻撃がどれくらい出るかによってだいぶ変わるかなと思います。まあ、読みに強引に削ることもできるんで、この辺りもかなり大事なところですね。ウェーブ2に来ました。ウェーブ2に関しては氷弱点は多少いるんですが、なかなか削りづらい敵も多いので、ルアンの必殺技とスキルを切らさずやっていくというところです。いずれ風に吹き落とされる。おや、くるりん、捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。くるくる。ウェーブ2に関してはヘルタと読みの弱点が思いっきりつけるので、そういった意味では倒しやすいウェーブになってますね。ではウェーブ3です。ウェーブ3に関してはガンガン周りの雑魚を削りたいところですね。結構相手の速度とか攻撃回数が多いので、まあ、この辺りはねちょっと粘り強くならないといけないところかなと思います。人によってはレベルとかそれが足りないと孫悟キャラを入れなかったりしないといけなかったりするので、ちょっとねこの辺りバランスというか攻撃に振り切れるかどうかはとても大事なところかなと思います。まあ、後半の方も氷弱点が多いので、まあ、じりじりヘルタで削っていくだけで十分かなというところですね。まあ、火力がそれなりに高いので弱点つけなくても削れるのはでかいですね。ルアンもいるので削れやすくなっていると思います。で、読みに関してなかなかたまらないところがあるので、この辺りは速度を調整する必要が出てくるかなというところです。ラウンドはまだ2なので、まあ、全然余裕はあるかなというところですね。とりあえず攻撃をヘルタだったりとか受けてくれると、まあ、必殺技の回転もちょっとずつ上がるのかなというところです。まあ、ただオート戦闘でそれなりに敵を倒せてる状態なので、まあ、そんなに厳しい戦闘かって言われるとそうでもないかなというところですね。これで読みの必殺技たまりましたね。さあ入れ替えしました。まあ、これでどれくらい削れるかっていうところですね。はい、ということで終わりました。まあ、読みの必殺技が強いんでね、この辺りは楽にいけるんじゃないかなと思います。言えない
では後半持続パーティーでいきましょう。ちょっと敵のね攻撃が集中すると大変かなっていうところですが、まあ、今回はゴリ押しができればいいんじゃないかなというところです。で今回ヘルタとブラックスワンがなかなか強いですね。ブラックスワンを持ってないっていう場合は風属性弱点も多いのでジンが活躍できる機会があるんじゃないかなと思います。さようなら。みなそこで深淵を迎えよ。相変わらずブラックスワンは持続ダメージ強いですね。アルカナの性能がやっぱ高いですよね。ここでロビンの必殺技で行動順上げます。まあ、もう少し待っても全然いいところですね。まあ、この辺りオートなんで仕方ないところかなと思います。ここの必殺技溜まって、でパフパも溜まってという順番ですね。やっぱ、ね、EP 回復できるのはかなり強いですね。でブラックさんもこれで溜まりましたね。みなそこで深淵を迎えよ。オートで見てていた感じなんですけど、まあ、今回持続編成がそれなりに相性がいいなっていうのはあるんですが、3層についてはそれなりに簡単にクリアができる方なんじゃないかなと思います。まあ、前のシーズンに比べるとなかなか編成組ませやすかったんで戦いやすかったなと思いますね。前回の虚構術それなりに硬かったので、まあ、今回持続編成とか持っている方はある程度クリアはしやすいんじゃないかなと思います。ちょっとそれがない場合はね大変になるかなっていうところですね。でカフカの起動ももちろん強いんですけど、今回ブラックさんの風弱点がつけるのがやっぱ強いですね。頬に関しても通常攻撃でそれなりに人生削りも削れる状況なので、まあ、相性もかなりいい方なんじゃないかなと思います。あとロビンで攻撃力アップして耐久面が確保できるなら、まあ、ルワンじゃなくてもロビンでも全然問題がないかなっていうレベルですね。落ち着いて協調よ。みなそこで深淵を迎えよ。カフカの必殺技も使ってガンガン回せるようになってます。この辺り回転がいいんでね、なかなか楽な戦闘になってるんじゃないかなと思います。まあ、アルカナと風俗ダメージとか入って数十万入るのでこの辺り強いですよね。敵のターンが攻撃になってるのはかなりいいことかなと思います。さあそろそろ後半も終わりが近づいてきましたかね。入れ替えが発生しないですね。意外と風ダメージが強いんでね、これが映るっていうのもなおさら強いところかなと思います。はい、ということで終わりです。まあ、3層に関してはこんな感じの編成でいけるかなと思います。まあ、後半がだいぶラウンドの余裕があったので、そういった意味では後半はねブラックスワンとかカフカがいると楽になるんじゃないかなというところです。あえてルアンを使わなくてもいいってとこですね。余裕があるならロビンを入れて前半にルアンを入れるのがいいんじゃないかと思います。それでは4層に行きたいと思います。4層に関してはとりあえず6万点クリアをまず狙うというところで編成を組んでます。で今回、ね、編成なんですけど、アルジェンティ、ルアン、ヘルタ、ホホで後半に関してはアベンチュリン、カフカ、ブラックスワン、ロビンとしてます。まあ、前半ねどうしてもカフカの持続ダメージとかしんどいなと思ったのであえてホホ入れてます。で後半はとりあえず耐久枠と思ってアベンチュリン入れてます。属性の弱点はねブラックスワンとカフカで狙ったりとか、まあ、アルジェンティそれぞれ狙ってもらうところを狙ってます。ではこの辺り見ていきましょう。まあ、ただ前半先に行ってしまうとこの編成なんですが、まあ、3万点ギリ取れないぐらいです。まあオートだと取りづらいなっていうところですね。で理由としてなんですけど、まあウェーブ全体を通して氷弱点が思ったよりも少ないんですよね。で物理弱点はいるので何かとアルジェンティで狙えるところはあるんですけど、やっぱりその弱点撃破が狙いづらいのとダメージが通りづらいのもあってヘルタが活躍しづらいなっていうのはありました。まあ、前半ほんとそれが多かったですね。でいろいろヘルタを入れた編成も試してみたんですけど、ちょっとねダメージがねいつもより通りづらいなっていう感覚はありました。
3層より通ってるかって考えると4層の方がちょっと厳しいなっていう感じでしたね。なのでアルジェンディでなるべくご利用ししてもらうっていうのが一番いいかと思います。ただ新しい敵キャラに関してなんですけど結構硬いんですよね。しかも全体に攻撃もしてくるので耐久も求められるっていうちょっとねしんどい状況がありました。全員攻撃とバッファーにしてみたりとかしたんですけどそれだとね防御面っていうか攻撃力が上回らないと全然回らないので結構バランス重視で組むのがまずは大事かなと思います。とりあえずクリアを目指すならっていうところですね。クルリン、こんな大きなダイヤモンドあげるね。準備は口ない。でウェーブ2に入りました。まあ、ウェーブ2に関しては氷弱点がちょっと出てくるので、まあ、多少は楽になるかなというところです。まあ、といってもちょっとですけどね。まあ、ただこれで短縮できる分ウェーブ2でヘルタが活躍するのはめちゃくちゃありがたいかなと思います。いずれ風に吹き落とされる。ただ今回の4層に関してなんですけど敵の速度がそれなりに速いので、まあ、クラーダーもねそれなりに使えるんじゃないかなとまだ予想してます。まだテスト段階なんで回答ができるほどではないんですけど、まあ、アルジェンティーじゃなくてもっていう気がしますね。ただ自分から攻撃して状況をつけれるんでアルジェンティーのがやりやすいなっていうのはありますね。それでは最終ウェーブなんですが、まあ、最終ウェーブに関して言うと風物理が多いところですね。結構ね風弱点っていうところでどうやってつくかみたいなところあるので火力でご利用しできるといいかなってところです。でウェーブ3になるとヘルタがそこまで活躍ができないような状況になってしまうので、まあ、ヘルタを枠を変えるのも一つありかなと思いますね。まあ、物理が多いんでクラーラ入れてカウンター狙いでするのも面白いんじゃないかなと思います。まあ、この辺り研究必須ですね。まあ、ウェーブ3になった瞬間相手がなかなか倒れづらくなってるので、まあ、倒しづらいっていうのは伝わってるかなと思います。まあ、正直3万いけばいいなぐらいですね。オートだとね。準備は口ない。空にある美しさを守り抜く。あとはやはり前半にポポがいるとだいぶ楽そうな感じありますね。持続ダメージだったりとか状態以上のデバフがよく来るので、まあ、それを解除しつつっていうのがいいです。自分のターンが来た時に解除できるので、まあ、なるべくカフカの高ダメージを食らわないようにというかね、それが防げるのがでかいかなと思います。まあ、定期的に回復もしないといけないんでこのバランスは難しいところですね。いずれ風に吹き落とされる。空にある美しさを守り抜く。まあ、光必殺技を使いましたが、まあ、ヘルタがやっぱ思ったより通らないなというところです。まあ、ただ全体にダメージ与えれるのでポイントは稼げるのでそういった意味ではいいんじゃないかなというところですね。まあ、あとはオートで試した時なんですけど、まあ、ここでルアンがスキルを使ってしまうんで最後ねアルジェンティが通常攻撃になるんでこの辺り手動にするともっとポイントは伸ばせるんじゃないかなと思います。まあ、今のでスキル発動してしまえば必殺技も溜まったので、まあ、3万ぐらいになったんじゃないかなと思います。まあ、オートだとこれくらいっていうところですね。じゃあ後半戦いきたいと思います。アベンチュリンとロビンを入れた持続編成ですね。正直アベンチュリンじゃなくて普賢とかでもいいのかなと思います。で後半に関してなんですが、まあ、ブラックスワンとカフカの2人でどれだけ火力が出せるかという状況なので、まあ、育成のところが大事になるかなというところですね。弱点を通せるのは一番いいんですけどやっぱり持続ダメージでちょっとずつでも削れるのはでかいんでとても大事なところかなと思います。あとは恐竜の敵がいるのでできるだけ攻撃回数を重ねれるように行動するのが大事かなというところですね。あんまり出し惜しみはしない方がいいかなと思います。あとはやっぱ使ってみて思ったんですけど、まあ、ルアンほどじゃないんですけどやっぱロビンの攻撃力アップっていうのが持続キャラとの相性がめちゃくちゃいいですね。
耐久が確保できれば、まあ、ゴリ押しができる編成になるので、そういった意味ではダメージが出しやすかったなと思います。何よりね、持続ダメージの削り具合がでかくなるんでね、この辺りは非常にありがたいですよね。でアベンチュリンとカフカについてなんですけど、あのカフカ通常攻撃味方がするとそれに追撃をするので追加攻撃が溜まるっていうのが大きいです。なのでアベンチュリンが追加攻撃編成のよりも、まあ、動きは鈍るんですが、まあ、それなりに追加攻撃してくれるようになるので、まあ、相性がいい編成というところになりますね。アベンチュリン入れたのはそれもあります。追加攻撃でちょっとでも削ってもらおうという狙いもありますね。しかもカウンターが発動すればそれなりにバリアの付与だったりとかもありますので、まあ、そういったのも狙ってはいます。そうするとね、アベンチュリンのスキルを使う SP を使う暇っていうのがなくなるので、 SP を使う手間が減るので SP 管理がしやすくなるんですよね。でロビンと相まって SP 管理がしやすくなるので、ここはかなりいいかなと思います。まあ、ただちょっと今みたいにね、クーマン逃がしたりするのはもったいないかなってことです。ダメージが出し切れてない証拠かなと思います。まあ、後半持続編成にしますが、こちらもこちらで改良の違いはあるかなというところです。まあ、ただ3万点は安定して超えれるかなという編成ですね。ちなみにこの4人に関してはポツはしていないので、育成がしっかりしてればこの編成で同じぐらいのポイントは稼げるかなと思います。さあちょっとね、ウェーブ2硬い敵が多いんで時間がかかってしまってますが、やっぱ相手の速度もそれなりに速いのでね、なかなか難しいところがあるかなというところです。星々の反響、さようなら。まあ、ただ硬いんですが、やっぱ持続ダメージでゴリ押しできるのは強いですね。ウェーブ3もね、相手が硬いんでガンガン攻撃していきたいところなんですけど、なるべく暴動制限かけられる味方がね、補助系だとありがたいなというところです。どうしてもね、スバローグの行動停止というかあれされるとキャラクターが悪いともその時点でやばくなるので、弱点がつけなかったりとかね、いろいろ出てきますんでね、そのあたりはちょっと危険なことが起きなければいいかなっていうお祈りタイムになるかなと思います。全てを失うか、はたまた手に入れるか。痛くないわ。階段。メンチリーの攻撃がいい感じに乱数引けましたね。恐竜が動き止まりましたね。ここでロビンですね。ロビンがちょうど動けるようになったタイミングだったんで、もったいない感じはしますが、まあ、ガンガン削っていきます。立ちなさい。全てが共鳴する。さあここから、まあ、6万超えるためにあと7000ポイントを稼ぐところなんですが、まあ、一旦あればうまいこと削ればいけるんじゃないかなという状況ですね。まあ、ロビンの必殺技の回転がどれくらい出るかっていうのと、まあ、カフカとフラッグサーンの攻撃がどれくらい出るかなっていう感じです。持続ダメージが出せると一番いいんですけどね。あと何気にアベンチュリーの火ダメアップもいいですよね。ここでカフカのターンが来て必殺技溜まって残りラウンドは1となってます。こうやって見るとやっぱカフカの持続ダメージの削りはえぐいですね。ずっと使ってるけどやっぱ安定した火力が出せるのは強い部分かなと思います。まあ、それなりに育成は大変なんですけど、大変な分育ち切るとってとこですね。まあ、編成の偏りがいろいろ問題はありますが、やっぱ虚構女子でも強いなと思います。でここではベンチ、まあバリア持ちなんでね、もう大丈夫かなっていう。ここはある意味ラッキーだったね。ただ残りラウンド数、まあターン数も少ないんで、
まあ、削り切れるかちょっとお祈りに近いかもしれないです。戻ってきましたね。面白い。まあ、なるべくダメージ受けて EP が溜まってくれればっていうとこです。またダメージで削れればそれなりに6万を超えるんじゃないかなってとこですね。でここで拡散で倒し切ります。こうなるとやっぱブラックスワンのアルカナは強いですよね。敵のターンが来るときに敵のライフが減るんで単純に、まあ、その分ポイントが加算されてめちゃくちゃやりやすいかなと思います。さあスバローが倒しきりましたね。なんですが、まあ、周りの雑魚敵が残ってるんで、まあ、このまま敵の数が減らしきれず終わりっていうところですね。なので攻撃の対象をうまく変えればうまいこと4万点を出せる編成かなと思います。はい、という感じでまずは虚構女児それぞれ6万以上達成というところで今回話をしてきました。まあ、編成としては紹介したような感じで戦闘もほとんどオートでいける感じだったので手持ちが一緒だった場合は皆さんも6万点以上は出せるんじゃないかなと思います。まあ、ただ今回持続パーティーに関してかなり接待が来ていますので、まあ、そのあたりのバランスがね難しいのかなと思います。まあ、多分8万点目指すってなるとある程度性能だったりとか凸とかも要求されるようになってきてるので虚構女児はまず6万を皆さん目指してもらえるといいんじゃないかなと思います。とりあえずね8万は自己満に近いところもありますんで、まあ、ただ自分の方でも8万いけるとなーっていうのはあるのでまたチャレンジしてみて面白い編成で8万突破できそうであればっていうところです。まあ、なるべくね姫子ヘルタは使わずに8万点出したいっていうのがありましてヘルタに関してはいいんだけど姫子はねやっぱ所持していない方もいますのでちょっとそこら辺をいない状態でクリアできるかとか今後も試していきたいと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。今回の動画楽しかった役に立ったという方がいましたらよければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。